おはようございます。おはようございます。さあ、ここどこですか？はい、琵琶湖に来ました。バスを釣ります。50をパパッと。さあ、2時間ぐらいでパパッと50アップ釣って、お目当てのクレープ食べに行くんだよね。そうだね、バス釣れたら観光しよう。観光バス釣りの時間は本日は2時間で終了。頑張らんと。琵琶湖だもん、釣れるで。琵琶湖だで釣れるわな。釣れんかったら琵琶湖ちゃうな。 OK、 じゃあ頑張ってこう。頑張ります。さあ、ここ降りてきます。気をつけてね。まあまあ急だから。アドベンチャーやな、これも。多分その辺にもそこら中におるわ。最初は手前をしっかり狙って、手前にいないのが分かったら進んでいくって感じ。そうだね、あんまりだからギリギリまで近づかずにやっていく感じです。クラッチ切って緩めて、高橋投げて、でこれぐらい見て、うん、パタパタってするぐらい。そしたらドカーンってくるから、ドカーンってきてグッて入ってから合わせたんですよ。マジで釣れちゃうかもしれない。もう釣れそう。怖いから、こうしようと思って、もうできたらもう手で持たずに投げてみる。そんな感じ。うん、それでいい。手使いながらの方がいいよ。片手どっちかつきながら、手はついた方がいいよ。どっかにすべるから気をつけてね。片足ずつさ、ちゃんと足がこうしっかりつける場所見つけてから次の足。いいよ、こっからやろうか。一回で、岩の間とか通して無反応ですね。どうですか？移動します？もうちょっとなんか魚つけある感じっぽいとか。ピュン。さあ、何時間ぐらいやった？やばい、今時計見たけどビビった。何時間？マジでもうこんな時間なの？今何時？6時40分。まあやばくない？やり始めたのが4時、もうすぐ5時ぐらいの時。うん、1時間足50分。やば。どうでした？予定と違うんですけど。予定と全く。でも面白かった。ノー50アップ。え？ノー50アップ。もちろん。次のポイント行きましょう。はい、行きましょう。さあ、移動してきました。移動してきた。移動してきたぜ。ここでこそは。うん？ここでこそ。ここでこそは釣らない。ここで釣りましょう。わ、めっちゃおいしい。ここからちょっと水の中歩きます。はーい。
さあ絶好のポイント空いてます。もうここ楽園です。とりあえずついてきて。あれが琵琶湖大橋です。で入っていいの膝上まで。うん、もうちょい距離稼ぎたいから。 OK、 じゃあそんな感じで、でなるべく遠くに、で斜め45度上にビューン。もっとね下からこう上でいい。回収回収。こうなっちゃう。ここしっかりしっかりここ引いたらそれだけで飛ぶから、今度それに腕を足してあげる。しっかり左手も使って、で鮎はこうルアーを一回後ろにこううーんと持ってかせなあかん。でぐーって持ってった限界値から引っ張り出す。引っ張り出すときにこっちを使う。ルアーが後ろに行ききる前に行くから、ここで一回暴れるでしょ。ルアーがブラム、うん、ブルンってならんように少し早い。しっかり後ろにしならせてから、もう少し後ろに振ってもいいかもよ。そしたらもっとこう入るから、こっちの振りやすくなる。そう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 、さっきよりかはまだいい。こう振っといて、こうはもう暴れる原因だから、まっすぐ振ってまっすぐ戻す。同じとこを通る竿が、うん。でこれもうちょっと角度つけて、これぐらいで、これぐらいで、これをここに当てるか、当てて止める感じ、をトゥントゥンって2回やって、でプンプンで1回戻して、で5秒待って、なかったらゆっくりと巻いて、でストップ。これで1回張ってみて、魚の感じしなかったらもう1回トゥントゥンで、で緩めて5秒待って、またあれだったら糸をふけ取って、で少し引っ張って、魚の感じなかったらもう1回トゥントゥン。で魚だったら思いっきりフッキング、もう。休憩、あれだったら脱いでもいいよ。糸出せる準備して、落ちた瞬間に抜く。わ、吐いた。吐いたよ。リアクションでパクッとしたけど、これ出した。いや、あれで合わせれんな。壁際に一回追い込んでみたらどうだ。ここ止めに行こう。角だよ、角。角だよ。角だよ。食べやすいだろ。追い込んだ状態じゃん。食べやすいはずだ。壁際だ。
もうああやってね、もう壁際にルアーをこう持ってこさせて、もう追い込まれた状態を演出したら、うわ2匹どっちか食うわ、取り合いすると思う、多分うまく入れたら。どうだ、もう1匹反応しろ。やっぱあっちに投げた方が反応良かったな、向こう側、ここの方が反応いいんだよな、さっき。なんだよあいつ、これチャポンって落ちるからダメなんだよ、もう落ちる音嫌いだもん絶対。うん、だからやってゴミの上にポンってゆっくり乗せて、スッと落とした瞬間こうチャポンがないから、隠れちゃったもん。奥におるわ、絶対右目で俺見えてる、やだ、絶対見えてるからあの子。うん、見えとるって。やだね、なんでなるべく見てない時に投げてるから、向こうを向いた時とか。よっしゃー。
きりだー、やばい、でかない、でかい、やばいすごい、やばいやばい、ちょっと口の中取って、アビ35、やっばきたー、やばい、メジャー一回濡らしてほしい、バカでかい、靴下びっしょびしょ、すごいね、今って53だね、ゴールデンタイムに入りました、ゴールデンタイム1時間半、うん、これチャンスやで、でかいのが一気に来るよ、はい、最後までご視聴ありがとうございます。ですね、ちょっと遅れました、こちらの抽選やっていきたいと思います。まずラッキークラフトのこちらビーフリーズの抽選やっていきたいと思います。ね、質問に答えて正解した方が6名、名前呼んできます。西本明宏さん、グッドフィッシュ光彦さん、光弘さん、おにもさん、ゆうくん、こうさん、釣りバカとしさん、6分の1です、はい、この人、釣りバカとしさん、おめでとうございます。はい、続きましてレゼルブ、こちらね、一番応募が多かったですね、今回ね、正解者から10名いきます。谷口良平さん、小田英二さん、ストロングベアさん、しんちゃん、釣り人ミッチーさん、ヤマピーさん、ガッツジーさん、タマちゃん、淡路島商工チャンネルさん、酒造水さん、釣り人さん、10分の1です。はい、ストロングベアさん、レゼルブはストロングベアさん当選となります。はい、最後メテオロス、これね、でっかいクランクですね、メテオロスやっていきたいと思います。これがね、6名いきます。きびなごさん、ゆういちさん、KKKKKKさん、KU フィッシングさん、あさとバスさん、まこちゃんさん、これ6分の1です。いきます。はい、この人は KU フィッシングさん、おめでとうございます。メテオロスは KU フィッシングさん、抜けてますね。ラッキークラフト、ビーフリーズ、釣りバカトシさん、レゼルブがストロングベアさん、メテオロスが KU フィッシングさん。はい、当選者の方は1週間以内に、概要欄に書いてある隊長の E メールにご自身の、YouTube アカウント名と、そうですね、当たった商品名を送ってください。締め切りすぎますと当選無効となりますんで、今日から1週間、また締め切りの日付は概要欄に書いておきます。はい、今回は以上となります。また次回ご視聴よろしくお願いします。